全裸の状態で開いたの、扉がウィーンって開いてさ。ねえねえ、昨日喋りたかったこと喋っていい？うんちの話聞いてよ。だから、東京に仕事に来ました。で、仕事終わりに築地の近くだったから寿司三昧行こうと思って寿司食べました。ちょっとなんかお腹ぐるぐるしてきてさ、あれなんか、あれなんかうんこ出るかもしれないなみたいな。そしたら間に合いませんでした。もうギリギリアウトみたいな感じ。ギリアウトギリアウトでした。で、駅のトイレもう最近あるあるだけどさ、あの30分経ったらロック解除されますよ方式だったの。何でもトイレね。そうで、あ、やばい、ここもだみたいな。でも背中まで行ってたのよ、もう。あ、頑張って30分のうちに着替えようと思います。いや、いい感じ、いいスピードで来てる、いいスピードで来てるって思った瞬間、ウィーンって開いてさ、扉、途中で、うん、扉、えっつって、おい、まだ上着てませんけどみたいな。もう全裸の状態で開いたの、扉が。そう、やばい、ええみたいな、え、もう、えって思う。で、ちょうどでもそのトイレの位置が、あの、みんなが女子トイレあっち行きますってなったら、右にちょっと曲がって、手前で曲がって、ここにトイレだから、まっすぐこう見えるわけではないよね、歩いてる人たちに。だから、もう無理だって思って、中からすいませんって、誰かいますかって、あの、鍵閉めてもらいたいんですけどって言って、そしたらおばちゃんみたいな女性の人の声がして、わかりました、閉めますねって言って、こう閉めてくれたわけ。姿見えなかったけどね。でも外から閉じるボタンを押しても、それはただの閉じただけであって、鍵は閉まってないから、やばい、ますますやばいって思ってますますやばいって思って、で、もうあの呼び出しボタン初めて押して、あ、で、呼び出しボタン押したけど、でも開けられても困るわけよ。だって全裸だもん。でだから、その駅員さんがどうしましたかって、男の人だったの、しかも来て、で、あの、すいません、まだ終わってなくてって。まあ、でもあっちもさ、え、でも中からまた、しかも1回開けて閉めるを押さないと鍵閉まんないのよ。ああ、いや、それは分かってんの、分かってんだけど、できたらやってんの。いや、そう。で、しかもそのじゃあつって閉めるボタンの方に一回上だけでも来て行こうと思っても、見えるわけよ、そのボタンと人がいるから。結局全裸で閉めに行くわけ。そう、おいはここにの便器で、ここにボタンがあったらここから見えるわけだから、すいません、ちょっと見えない位置に行ってもらっていいですかって言って、ちょっと、そう、いや、言わないよ。でも、うんこ臭いのはわかる、わかるって、まあ、公衆トイレは基本うんこ臭いからわかんないけど。いや、で、とりあえず一回、ちょっと待っててもらい、上だけ来て、うんうん、下はもうパンツ履けないからまだ、うん、で、お念書シーツ敷いて、乗り移って、行って、でもそっからまた30分のまた次元タイマーが発動するわけじゃん。カウントダウンないの？いや、ないのよ、だからびっくりした。ボタンとか、いや、ないの。だ、防犯上の都合をそうやって書いてあるけど、え、マジでさ、何を大事にしたらいいか分かんない。何を大事にもさ、そもそも一番の目的のトイレができないことはトイレじゃない。いや、そうなんだ。だから呼び出しボタンにさ、アナウンスみたいな、喋るボタンとかあって、すいませんって、今からちょっと時間かかるんですみたいな、
そこだったらいいじゃん。30分経ったらアナウンス鳴らして、なあっち側も大丈夫ですかみたいな、ですいませんまだかかりますってやり取りができたらいいわけよ。それか思った、匂い棒みたいなの知らない？ SNS でさ、ピュッて押すとさ、キュッてこう何か伸びるの。だから長から閉じるボタンを押せればいいわけだから、尿意棒みたいなのがあれば便器からひゅってこうなんか押せたらいいなって思った。孫の手の長い場合、ほんとそうそうそう、ウォシュレットとか、そう思って、それも思ったけど、多分それはだから防犯上ダメなんじゃない、わかんない、レイプされてる時に開け閉めの攻防が繰り広げられるかとか。え、そんなあるわけない。それかほら、よくさ、赤ちゃんが間違って鍵開けますみたいなとか、たまにお母さんの SNS であるよね。うん、なんかさ、アナスコみたいにさ、登録した人しか使えないようなカード作るよね。生理用がある。生理用なんかある？いやでもどうも、スイカに小割っていう登録のスイカができたから、あ、同じようにそれでいいじゃんって思うけど、いや延長してほしいね。30分でなんか無理、できない、死んじゃう。何を思って30分にしたんだろう。だからもし例えば具合悪くて中で人が倒れててもなんか30分以内なら助かる方式なんじゃない、もしかしたら。なかったの、その話をして誰かに聞いてほしかったの、ずっと。うん、辛かった。頑張ったね。声ね、喋れるようにしてほしいとかさ、うんうん、今呼び出しボタンってボタンだけだから、意思疎通できるような、そのアナウンスできる体制熱があったらっていうのにしたら、誰がお金すり払うんですかみたいなこと言うんですよ、皆さん。その設置費用は誰が払うんですか。でもさ、無駄に政治家に税金が流れるよりだったら、その辺使われた方がまだいいかな。本当ね、そりゃそう。でもさ、今さ、お風呂の給湯器のやつでさえもさ、喋れるじゃん、なんか。うんうんうん。それでできんだったら、そんなにかかんないんじゃないっていう。人件費がだって、人は絶対誰かその事務所にいるわけだから、その事務所にいる人が来るんだもん、呼び出しボタンを押したら。だから人は絶対いるのよ。何分かかった？でも2回目の30分タイマーはやってない。あ、でも 1時間くらいかかったよ。待ってなかったな、人他に。待ってなかった。あ、それもね、申し訳ないよね。え、逆にさ、その全然出てこない人もいるから、あの、なんていうの、車椅子じゃないパターンでね。あの、そうだよね。そう、何やってんのって、いや、うんこしてんのか、なんかゆっくり座ってんのか分かんないけど、いや、昨日もだって、おい、目の前であのおじさんがさ、タンクテックトイレに入ろうとしてったわけですよ、サラリーマンのおじさんが。で、おいがなんかすごい悲しい顔で見つめてみたの、そのおじさん。そしたら鍵閉めるときにこっちちょっと振り向いて目合って、さーって出てってた。出てた。なんか入って悪いとは言わないよ、それだと。おじさんだってもうさ、漏れそうな人だっているんだから、そこでゆっくりすんなって言うだけで一回。だからそういう時に、あの、外で待ってますよみたいなさ、トントンってなかなかできないじゃん、レベル高くて。だからトントンじゃなくて、外で待ってる人いますボタンみたいなのがあって、ちゃんと待ってますっていうこのお知らせができたらいいなって思うんだよね。ああ、うん、確かに。いつも出てこない人マジでいるんだよね。せめてあぐのはいいけど、なんかあと5分ですとかさ、なんかあのせめて時間を、対策の時間が欲しい。うん、なんか心の準備とかさ、そうあるじゃん。カウントダウンなしのさ、せめて5分前に言われたら上の服
いや、そうよ、来たよ、ね、だってそこで人前で待ってたらや扉の前で待ってたら5分経った時に愛でこんにちはってなるわけじゃん、もう、ま、ショーが始まるわけじゃん。なってる人いねがったからいがったけど、ちゃんとこあの中の人との意思疎通ができる方法を考えてほしい、うん、そんなお話でした。ありがとうございました。急に終わったね。